はい、どうですかそのマンゴーキャンディーは。辛い。はっ辛い。そうなんです。で、あの人に聞いたんですけども、結局それメキシコで作られたもので、メキシコでは子供もまた売ってる同じもの、メキシコでは子供はそういうチリとかが入ったちょっと塩も入ってるんだよ。最初食べた時しょっぱくて、そうそう、なんだこれしょっぱいと思った時にピリ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 辛くなって、舌がもうピリピリして、だから腐ってるかなんか変なあれかなと思って、イングレディエンツ、その成分を調べたら、そしたらチリとかソルトって書いてあったから、ああ昨日こういうもんなんだ。昨日とっとい韓国料理でこう黄色い唐辛子みたいので、ああ辛かったね、もう辛くて、もう辛くて導入ならなかったのと同じようなスパイス。まあだからマンゴージュースのキャンディまあキャンディーなんだけども、マンゴーの味しない、まあ、いやマンゴーの味するよ、でもなんかスパイスの味の方が、ああ勝ってるか。まあね、まあそういうメキシカンの人が結構やっぱりここパルスパサデナだけれども、もう多いっていう、パサデナはでも結構知的な街なんだけどね、ジェット推進研究所っていうの、だったら UCLA じゃないや、カルテックがある。あ、これ食べるよ。いや